ジョーウェブはアラバマ州バーミングハム出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のニューヨークジャイアンツに所属している。ポジションはクォーターバック。高校3年時には2000ヤード以上を投げて 18td ある試合では左手の手首を骨折したまま出場しパス24回中14回成功 4td パスを投げた。アメリカンフットボール以外にバスケットボールと 野球も行った。アラバマ大学バーミングハム校に2005年に入学2006年の第11週南ミシシッピ大学戦で初出場。最後の2試合は先発出場した。最終週のセントラルフロリダ大学戦ではパス39回中25回成功。289ヤードを投げた。この年パス51回中33回成功。 426ヤード、1TD を上げた。またランでは38ヤードを走った。2007年には、7試合でワイドレシーバーとして、プレイ、ミシガン州立大学との開幕戦で6回の、レシーブで98ヤード、1TD、中レーン大学戦では、自己ベストの108ヤード、1TD を上げるなど、30回のレシーブで459ヤード、3TD を上げた。 シーズン最後の3試合で QB として出場し、3試合合計でパス71回中43回成功。最終週のマーシャル大学戦では、パス26回中14回成功、200ヤード、1TD を上げた。2008年には、全12試合に先発 QB として出場、パス成功率59%で、2367ヤード、10TD、ランでは、 カンファレンス USA の QB シーズン新記録となる1021ヤードを走り 11TD を上げた。1021ヤードのランはこの年全米の QB の中で4位の記録でもあった。6試合でパス200ヤード以上獲得、4試合でラン100ヤード以上を獲得した。フロリダアトランティック大学戦では自己ベストの326ヤードを投げた。また、 マーシャル大学戦では135ヤードを走った。パスで2000ヤード以上、ランで1000ヤード以上獲得した、デュアル QB は、この年彼の他には、コーリン・キャバニックだけであった。2009年には、パスで2299ヤード、ランで NCWA 史上3位となる1427ヤードを獲得、パス2000ヤード以上、ラン1000ヤード以上を2年連続達成した初の、 QB となった。彼が率いたオフェンスは、トータル獲得ヤードで5位、ラン獲得ヤードで10位、パス1回あたりの獲得ヤードで12位となった。大学通算で、パス5771ヤード、37TD、ラン2774ヤード、24TD、合計8545ヤードを獲得、さらに、 レシーバーとしても37回のレシーブで 4td を上げた。2010年の NFL ドラフトコンバインには招待されず、アラバマ大学バーミングハム校でのプロデーに、ワイドレシーバーとして参加40ヤード走で4秒43、垂直飛びで 108cm、立ち幅飛びで 3m49cm、ベンチプレスで 102kg を21回持ち上げた。 2010年の NFL ドラフトでは6巡でミネソタバイキングスに指名された。当初彼はワイドレシーバーとして指名されたがブラッド・チルドレスヘッドコーチはトレーニングキャンプで彼を QB としてプレーさせることを表明した。12月5日のバッファロー・ビルズ戦で初出場オープニングのキックオフをキャッチ、ワイドレシーバーとして1プレイ出場した後ハムストリングを痛めて サイドラインに退いた。12月13日のニューヨークジャイアンツ戦で q b としてデビュー、パス5回中2回成功、8ヤードを獲得、ランで16ヤード走った。12月20日のシカゴベアーズ戦で負傷したブレット、ファーブに代わり交代出場し、パス26回中15回成功、129ヤードにインターセプト、 6回のランで38ヤードを走り、1td を上げた12月28日のフィラデルフィアイーグルス戦で初先発、パス26回中17回成功、195ヤード、1td ランを上げて、劣勢が予想された試合で24から14とバンクルワセを演じた。2011年、プレシーズンでは、新人のクリスチャン・ポンダーと先発の座を争った、開幕直前、チームは、 そのンマクナブをエース q b として獲得。マクナブは開幕から6試合に先発出場。マクナブが放出された後、ポンダーに次ぐ第 2QB に昇格した。第14週のデトロイトライオンズ戦でポンダーが第3球助盤までに3インターセプト、1ファンブルロストを喫すると、交代出場し、1TD パス、65ヤードの TD ランなどで109ヤードを走り、 残り時間9秒には28から34と6点差で敵陣1ヤードでファーストダウンと逆転のチャンスを迎えた。しかし最後のプレイで彼はファンブル、試合はそのまま終了した。このプレイで彼はディアンドレ・レビンにフェイスマスクをつかまれたがファウルはコールされなかった。第16週のワシントン・レッドスキンズ戦ではポンダーが脳震盪を起こしたことから交代し、 パス5回中4回成功、2td、ランで 1td を上げて33から26と、勝利した2012年のプレシーズン第2週、バッファローウィルズ戦では、パス15回中7回成功、73ヤード、ラン2回で64ヤードを記録した。レギュラーシーズンでは、q b として出場機会を与えられなかったが、翌年1月5日のグリーンベイパッカーズとの、 ワイルドカードプレイオフでは右肘を痛めたポンダーに代わって先発出場した。2013年5月、ワイドレシーバーにコンバートされることとなった。ジョシュ・フリーマン、クリスチャン・ポンダーが負傷するとレスリー・フレイジャー,ーヘッドコーチは再びウェブをクォーターバックに戻すことに興味を示した。この年5回のレシーブで33ヤードを獲得した。2014年3月21日。 カロライナ・パンサーズと契約した。2016年シーズンのウェブ、左はキャム・ニュートンバックアップのクォーターバックあるいはワイドレシーバーとしての起用を想定されていた。しかし、パンサーズでは主にキックオフリターナーとしての役割を担うこととなった。2015年も引き継ぎ、キックリターナーとしてプレーすることとなった。2016年2月7日、デンバー・ブロンコスとの 第50回スーパーボールではキックリターナーとして試合にも出場を果たした。2017年9月2日にパンサーズから放出された。2017年9月4日にバッファロービルズと契約した。ウェブはスペシャルプレイのワイルドキャットフォーメーションの際に起用されたほか、12月10日のインディアナポリス・コルツ戦の第3クォーターでは大雪の中クォーターバックとしてプレーした。 2018年4月5日にヒューストンテキサンズと契約した。一旦カットされるも9月2日に再契約を結んだ。2019年3月21日にテキサンズと契約延長した。8月31日に負傷者リスト入りした。2020年9月23日にデトロイトライオンズと契約し、WR としてプラクティススクワット入りをした。 12月8日にニューヨークジャイアンツと契約し、プラクティススクワット入りした。12月19日にアクティブロースター入りした。ありがとうございます。